ここを抜けていくしかないみたい。よし、二人は先に行け。俺はカッタと行く。わかった。待て待て待て、行くぞカッタ、心配ない。おい、どこへ連れてっけだ。ここをサクッと抜けるだけだ。いいな。なぜこんなことをする。大丈夫だ。おい、俺に触るな。大丈夫だ、落ち着け。落ち着くんだカッタ。なんだこれは一体。なんなんだなんだ。こっちは任せて行ってくれ。なんだよなんだ。頑張れカッタ、もうすぐ出口だ。いやだ、おい、嘘だ、やべえやべえやべえぞ、おい、狭くなってきてるぞ、来てるぞ来てる、おいおいおい、やめてくれ、やめろ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 、おいおいおい、息ができねえ、もうダメだ、息ができねえ、出なきゃ、外へ出なきゃ、外へ出なきゃ、早く出なきゃ、やべえ、出してくれ。嘘だろ嘘だろ、いいな、やべえやべえ。頑張れ、やべやべやべ、カッタ頑張れ、あと一歩だけ。だからやめろってんだ。とにかく話し合おう。やめろ、やめた方がいい。ガッ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 、くそっ、よし、だからやめろカッタ。いやいいか、こんなのやめとけって。殴り合いをする気はない。お前を殴りたくないんだ。ちょっと落ち着けよ。落ち着け。やめろよ。お前どうかしたのか。まずは落ち着け。いいな。俺だね。殴るのはやめろ。よし、ああ聞いてくれ、単純なことだ。殴り合いをする気はない。落ち着くんだ。殴り合いはしないぞ。ネイトを殺す気？言うことを聞いて、ネイトが死ぬわよ。カッタ。まったく。ほら。ほら、手を貸して。大丈夫だ。どうだった？大丈夫だって。よし、ネイト、すまん、ネイト、ネイト、悪かった、本当に。おい、こだ。おい、それ、まさか、撃とうとしたわけじゃねえよな。どうしようもなかった。そうか。もう一度試そう。今度は俺が先だ。くそ。ついてこい。
違う違う、お前を見捨てはしない。先に行け。これはすごい。次は俺の頭に銃を向けてウサギの話をするんだろう。お手柔らかに。頑張って、もう少しよ。おい、止まらず進もう。奴らが追ってくる。すげえな。これは地球儀か。絶対回りそうに見える。違うか。ただの地下室じゃない。この部屋全体が古代の装置のようだ。俺のノートは。タルボットに渡したの忘れたか。何、嘘だろ。いや、お前の銃もだ。あー、ちくちゃ。どうすればこいつが回るか考えよう。水路を見ろ。水のためってこと。階段を見つけた。何か見える？おい、火がつくみたいだ。何かを映してるみたいよ。地球儀上で位置を示してる。他のにも火を。あと二つだ。あと一つだ。よし、ラスト。びっくりだな。光はでも特に何とも合致してない。あれが水か。わからない。なんてこった。おい、お前も見えると言ってくれ。ああ、見えるとも。触れちゃダメだ。なるほど。火の明かりから離れるな。どうした。走ればあの真鍮を越えられるかも。何？通れるように道を作る。入るなんて正気じゃない。水を流さないといけない。他にいい手があるか。その松明を投げたらそれに火をつけられるんじゃねえか。やったな。よし、もう一度やろう。あそこにもう一つあるぞ。あれに松明を投げて捨てられるか。ナイスロ
その下に別のがあるぞ。最後の一つに火をつけろ。下に飛び降りる前に。いいね。よし、もう一つのクランク、それを頼む。開けよう。よし、いいぞ。まさか泳いで渡るしかない。どうしたかった？濡れるのが嫌いな子猫ちゃんか。濡れるのは大嫌い。いや、女みたいなこと言うなよ。よし、あと一つ。よし、もう一度やろう。やった、回り始めた。で、地球儀を回せるはずだ。これで一歩前進だ。どうい、光に照らされた部分と大陸が一致しそうじゃないか。いいわよ、回して。地下墓地の入り口に違いない。さあ行こう。よし、行くぜ。よし、騎士の墓を探す。フランスで見つけたようなのだ。俺の勘が当たってれば、彼は魔除けの半分と埋められてる。これなの？いや、フランスにもあった。すごい。あー、すごいな。開けよう。これだ。ほら、言っただろ？残り半分は。そう、それか。ああ、タルボットが。え？奴にシャトーで奇襲された時、奪われたんだ。俺たちは何のために？待って、信じてくれよ。ここだ。ほら、わかるか。ねえ、これで碑文を完成させると。イエメンのどこかがわかる。どうもありがとう。すごいじゃない。ああ、そうだな。これは俺が持っているよ。よし、とにかくここでよ。探し続けろ。この後に畜生追ってきたな。他の出口があることを祈りましょう。風が吹いてくる。
おい、こっちだ。ああ、わずかな風を感じる。外の壁でありますように。ああ、動くみたいだ。カッター手伝ってくれ。ああ、ねえ、時間がないのよ。さあ、行くぞ。アドム、これでいい。武器を捨てろ。ええ、そっちがな。君たちには感心する。人数は互角だが、私には頼れる助っ人がいる。どこにいるんだよ。ねえ、ちょっと。カッター。お前どうした。状況が変わったようだ。さあどうするかね。このクソ野郎。カッター撃て。ダメよ。待て。分かった。言う通りにする。そう、それで。さあ撃て。今日のゲスやれ。勝った。喜んで。行け。塔の方へ向かうんだ。早く行って。なんで銃を落としたりしたんだ。俺に目くばさせてくれれば。あんなに早く諦めるとは思われなかった。絶対無理だ。じゃあどうするの。どうするのよ。おい、カッタ。何なんだよ。残念だったな、ここまでとは。ブツを渡せ。じゃけんな。無駄だ、やめたくないと。こんなことになるなんて。ああ、勝った。お前には期待していたのに。よく言うぜ。本当よ。早く済ませましょう。お前は有能だった。それが、まあ、先はどうなるかわからないってことね。お前は私を裏切って、そして今気がつけばこんなことに。最初からこれが運命だったかのようにね。カッター、やめろ。チキシュー、チキシュー、やめろ。ダメだ。急げ、行くぞ。カッター、くそ、なんだよ。動くな、動くなって。俺の足が、おい、触るな。折れてる。分かってる。ねえ、待って。無理したらダメよ。そのまま。ネイト、これ見て。おい、何なんだよ。こっちだ。オッケー、こっから早く逃げないと。銃を置いてけ。奴らぶっ殺してやる。ダメだ、一緒に逃げるんだ。そら、立て。そらね、任せ。よし、いいか。ネイト、援護して。わかった。行くぞ。どういうことだよ、一体。俺は確実に撃ったぞ。気色悪い女男みたいなジョッキを見ただろう。始めてよ。医者まで運ばなきゃ。We'll be right back.
手を貸して。いいわ、急いで。ごめんね、カッタン。抜け出すんだ。よし、最後もうちょっとだ。くそったね、この足め。おい、落ち着け。勘違いしろ。バスだ、バスに乗ろう。よし、人目を避けるにはぴったり。おはよう。お金を払って見る価値ないかもよ。頑張れ。1、2の、よし、いいぞ。大丈夫だ。いいか、覚えておいて。よし、俺が運転する。見てやってくれ。ねえ、やつが来るわよ。サリー、早く出してくれ。奴ら参ったぞ。よし、適当な場所でバスを乗り捨てよ。だな。大丈夫か。最高の気分だ。危なかったわよね。彼なら心配ない。そうじゃない、この全てがよ。ここまででいいじゃない。もう諦めて。ダメだダメだね、諦めちゃいけない。奴らに勝たせるってんなら俺は一生お前を許してやんねえからな。心配すんなって、俺は絶対に負けやしない。何言ってるの？何を証明したいわけ？証明とかの問題じゃない。そう。で、次の作戦は？イエメンに向かおうかな。どうだ、乗るか？当たり前だろ。どうしたら手っ取り早く行けるかな。誰かさんに連絡したらどうだ。誰？ダメだよ、絶対ダメだ。他にいい方法があるなら何だって聞くぞ。例えば、いや、分かった、連絡しろよ。
海外特派員エレナ・フィッシャーちゃん。こんにちは、サリー。元気にやってるか。あ、ごめん、この国じゃそういうのダメなの。まあ、そうか。二人は手でもつなげば。やだ。元気そうだな、ヘレナ。え、元気よ。本当久しぶりだ。本当はこれを渡したくないんだけど、この許可証があれば検問で止められることはない。よし、最高だ。荷物に変なもの入ってないでしょうね。当然さ。ああ。危ないのはこれからよね。いい？二人は今からジャーナリスト。見苦しい態度は絶対やめてよね。聞いたか、サリー。おい、お前のことだろ。それで今度は何をお探しなの？ちょっとした歴史のお勉強だ。嘘よ、そんなにワクワクしてるのに。嘘じゃない。また呪われた宝？いいよ。地獄の大魔王とかは？いいえ。本当に相変わらずね。何が？バレバレよ。おい、今その話すんのか？車はどこだ？あ、そこよ。じゃあ先に荷物運んどくぞ。ネイト、まだしてるんだ。そうね、うん、独身だと不便なの。え、マジ？やめてくれる？何うぬぼれてんのよ。あなただってしてるでしょ。え？ああ、まあ。今回もそういうことでしょ。君にはわからない。やっと証明できたんだ。ドレイク卿が通ったルートは嘘だった。400年前、彼はここにいたんだ。なんでなの？それを確かめるんだ。じゃなくて、なんでそんなに執着するの？心配なのよ。自分の面倒ぐらい自分で見れるさ。あなたのことじゃない、サリーのことか。地の果てまであなたについてっちゃうわね。無理はさせちゃダメよ。おい、なんだそれ。それどういう意味なんだよ。行くぞ。町の外れでサクッと下ろしちゃってくれ。何言ってんの。二人の責任は私が持つ。絶対目離さないから。